皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、バルサについて、少し話したいと思います。はい、バルサなんですけれども、まあ、レアル・マドリード同様にと言いますか、コパ・デル・レイ、準々決勝で、こちらね、アスレティック・ビルバオ、まあ、同じくバスクの優位ですけれども、アスレティックに敗れて、ベスト8敗退が決まっています。で、まあ、バルサに関しては、まあ、キケ・ゼティエン監督がね、来て、まあ、エルネスト・バルベルデ前監督、まあ、出場のね、解任という形で、まあ、首を切ってですね、キケ・ゼティエン監督を迎えたんですけれども、まあ、リーガでもね、バレンシアにね、すでに敗れていますし、彼が来てから、まあ、すでに2敗しているというところであります。で、まあ、これがね、どうしてかっていう話、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、今のところ言えるのは、まあ、プレースタイルがやっぱり固まっていないかなというね、いうのがね、率直な印象としてあります。で、まあ、そのプレースタイルが固まっていない、で、まあ、キケ・ゼティエンっていうね、その、クライフィエスタ、クライフの信奉者をね、招聘したわけなんですけれども、ああいうね、サッカーをするには、やっぱりすごくこう、時間がかかるとね、僕は個人的には思っていて、なのでやっぱシーズン半ばに、キケ・ゼティエンを呼んだっていうところも、含めてですね、あの決断はどうだったのかなと、今でもね、思っているところであります。まあ、そうは言ってもですね、まあ、シーズン終盤に向けて、やっていかなければいけないというのがあって、まあ、ちょっと今、バルサはね、メッシと、スポーツディレクターのね、アビダルが、ちょっとこう、メディア、だったり、SNS を通じて、こう、絶戦になってしまっていたりもしていて、正直、こう、ちょっとコントロールが効かない状況になって、今いるんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、ちょっとそのスポーツ的側面に、フォーカスして、アスレティックビルバオ戦、なぜ敗れてしまったのか、そのあたりですね、戦術ボードを使いながら、解説していってみたいと思います。はい。バルサについて、話したいと思います。まあ、バルサなんですけれども、まあ、この試合はね、セティエン監督、まあ、4-3-3 で、臨みました。で、一方ですね、アスレティックが、まあ、5-3-2 っていうね、形で来たことによって、まあ、構図としては、まあ、バルセロナがね、ボールを保持するのに対して、まあ、アスレティックが、まあ、守るといったね、構図で試合展開していたと思います。ただですね、アスレティックは結構ね、前からね、プレスをかけに行ったっていうのがあって、で、バルサが、ビルドアップのところで非常に苦しいんだので、そのあたりを、ね、少し解説したいと思います。まずですね、テアシュテーゲンが、まあ、ボールを持っているときに、まあ、アスレティック、ポイントにしていたのは、まあ、その前に入った前線のラウル・ガルシアとね、ニャキ・ウィリアムスは当然なんですけれども、僕はその中盤のね、3枚のところですね、ムニアインとダニ・ガルシアとベスガ、この3選手が僕は非常に効いていたと思います。で、ムニアインはもう本当にもうアンカー対策ですね。ブスケツのところにこうぶつけて、もうここはもうずっともうマンマークみたいな状況で。で、ベスガとダニ・ガルシアはもうラキティッチとデヨングのところ。で、彼らがどこまで下がってもこうついていくっていうのを徹底してやっていました。で、ブスケツは結構こういうところに入ってくるので、そうなるとこうね、形としてはもうほんと 5-2-3 みたいな、もう中盤2枚にしてもいいから、とにかく相手の、ビルドアップのところで、後ろからのボールの組み立て、っていうところを塞ぐんだっていうね、アスレティックの意図を非常に見て取れたと思います。で、それ、ものすごくうまくいっていました。で、バルサはこれに対して、とにかく、まあ、セティエンが来てからっていうところなんですけれども、そのまあ、攻撃の時に可変で 3-4-3 を取るっていうのをね、最初やってたんですけれども、その後また 4-3-3 に戻して、ビルドアップするっていう時に、こう、つないで、例えばこのアンカーのところが潰されるってなると、テアシュテーゲンが何をするかっていうと、こう、インサイドハーフのところにね、パスを出したりとか、で、こう、ラキティッチのところに出して取られるっていうシーンが結構、まあ、結構というか、あって、で、ここで取られて、そのままね、フィニッシュされるとかっていうのがあったりしたので、これはやっぱりあんまりうまくいってなかったと思います。で、じゃあもう一つ何をやったかっていうと、テアシュテーゲンがこう飛ばして、第一ライン、第二ライン、相手のプレスラインを飛ばしてね、このロングボールを入れるっていうことも何回かやってました。ただ、これをやるときに、今ね、バルサはルイス・サルズが、ね、怪我で離脱していませんから、で、この試合はグリーズマンも先発してなかったので、このボールをじゃあ誰が拾うんだ、あるいはテアシュテーゲンが誰に向けて蹴ればいいんだっていうところで、で結構セルジオ・ロベルトがここに入ってきてこのボールを受けようとしたりとか、
あるいはね、この中盤の選手、デヨングがね、ここに走って、走りながらこのボールを受けようとして、トラップしようとしたりとか、時にはブスケッツがね、ここに行って、このロングボールを取ろうとしたりとかっていうシーンがあったんですけれども、これはっきり言ってめちゃくちゃだと僕は思います。適正から言ってもセルジオ・ロベルトがここでやっぱり、ロングボールを受けるっていうのは彼の良さを生かしているとは言えないですし、このロングボールに対して中盤の選手がこっち向きに走りながらボールをトラップするってものすごく難しいです。難しいですし、この場合ね、この相手の3枚のセンターバックがいますから、ここを跳ね返すとかボールをね跳ね返してこれ回収するっていうのは相手のねディフェンス陣からすると容易なわけで、ちょっとこのあたり、つまりですね、そのビルドアップのところで本当はセンターバックとボールゴールキーパー、まあ、サイドバック、まだね、アンカー中盤の選手を使いながらビルドアップしていきたいんですけれども、これがうまくいかなくなった時、事前の策ですね、第1手じゃなくて第2手ですね、2手をやった時にやっぱりこれだけ結構アバウトなロングボールで、これに対して誰が行くのかっていうのはかなり、明確になっていない、明確になっていないですし、その適正、選手の適正を考えても、まあ、ハマった策とは言えないっていうところで、結構ですね、僕はバルサは、この 4-3-3 でビルドアップ前から来られて、全て縦を防がれた時に、結構簡単にこう窒息してしまうんだなっていうのがね、このアスレティック戦で分かったかなと思います。もう最終的にはメッシまでね、ここまで、引いてきてビルドアップに参加したんですけれども、これでももう、うまくいかなかったというか、ただ人が密集するだけでパスコースがね、増えたわけではないっていうところが、なんかすごいね、このアスレティック戦のバルサの、まあ、苦しいところだったかなと思います。はい、ではバルサ攻撃のところはどうだったのってね、話をさせていただきたいと思います。まあ、攻撃に関しては、まあ、これもね、セティエンが来てから、まあ、ずっと抱えている課題の一つではあると思うんですけれども、まあ、このハーフスペースの使い方っていうところで、特に左サイドのハーフスペースの使い方ですね。左サイドのハーフスペースの使い方、これがやっぱり、うまくいっていないなっていうのがね、思いました。思いましたし、まあ、このアスレティック戦でうまくいってなかったと思います。で、まあ、右サイドから行きましょう。例えばですけども、まあ、この試合ね、メッシ、パルソンのエリア入りましたけれども、こうやってボランチのところまで引いてきて、まあ、ブスケツと連携しながら、あるいはね、インサイドハーフの連携、選手と連携しながらね、前向きでボールを持つっていうことは、まあ、後半少しずつやっぱり出てきたかなと思います。で、まあ、アスレティックの方もね、疲労が出てきて、少しプレスが弱まったりもしてたんで、で、ここまでは良かった、です。ただ、で、メッシが前を向いてボールを持った時に、まあ、右サイドは、例えばデヨングがこう飛び出していったりとかね、2列目から。で、ここハーフスペースを飛び出していったりとか、あるいはセルジオ・ロベルトがね、こう、ウィングのところが飛び出していくとか、やっぱりこういう動きがあるので、まあ、メッシからね、こういうパスが出るっていうのもありますし、こういうことによって相手をこう、引き出してね、逆にこう、空いてくるところにこうね、こうメッシが入ってくるっていうのもね、できますし、そのね、このあたりのスペースの使い方っていうのは僕は良かったと思います。右サイドに関しては良かったと思います。ただ、左サイドなんですけれども、まあ、アンスパティがね、まあ、基本的にこう、ワイドに、で、もらって自分で仕掛けたい選手でもあるので、で、ここはやっぱり例えばジョルディン・アルバがこうインナーラップしてくるっていうシーンがやっぱりセティエンが来てからもなかなか出ていません。で、左のインサイドハーブですね、ラキティッチで、その後ね、アルトゥールが交代で出てきましたけれども、やっぱり彼らの適性から言って、で、ラキティッチに関しては正直もう少し求めたいなっていうのがあって、その守備の労働のところもそうですけども、攻撃の時にもね、もう少しここでダイナミックに、やっぱりね、フィジカルベース高い選手なので、もう少し攻撃の時にオフザボールのところで走ってほしいなっていうのがあります。で、それをやらないんだったら、ここにはやっぱビダルを使うべきなんじゃないかなと僕は思ってて、デヨングとビダルだったら、ここにね、走っていくっていうのがあって、こう空いたところにこうメッシが入ってきて、そのままメッシがこうドリブルで、突っかけていけば、ここをうまく使えますし、その後ビダルがこういうふうに流れてくるとかですね。あれはデヨングでもいいです。逆サイド、スレジロベルトでもいいです。で、ここバイタルのところを、に入ってくれば、ルイス・サレスは不在ですけれども、ここをうまく使いながら、ここで一回ね、ポストになってワンツーでコインメッシに戻せば、また彼がね、非常にうまくここ使ってくれますから、そういった意味も含めて、ちょっとこの左サイドの、ハーフスペースの使い方っていうのは、まあ、選手の適性とかも考えて、まあ、アンスファティが、
にもう少しこういった動きを覚えさせるのか、あるいはアンスはもう張ったままでいいから、ここをね、違う選手もこちらであるんですけども、インナーラップで使うとか、あるいはここに入った選手、まあ、それがね、ラキリッチなのか、アルティルなのか、まあ、ビダルなのかっていうね、まあ、選手の適性も含めてですけども、ここに入った選手がこう、使っていくのか、っていうことをもう少しこう、まあね、本当にこのメカニズムとして、やっていかないと、キケセティエンのね、バルサ、攻撃の時にね、結構これから苦しくなってくるんじゃないかなというね、気がしています。